本当は座礁タンカーだけにするつもりだったけど、こっちも簡単に解説することにしました。開幕仕込み引け身で3秒かそれ以上に変わります。ただし野良でやると先に走る人が続出するのであまりやる機会はない。着火タイミングはマップの色で判断しています。わからなかった人ははい、戻って。一掃できたら成功です。引く頃にはインタラクトできるぞい。装備はダメージエクリ、寝干し、通常エクリ、寝干し、ダメージエクリの順。ただしエクリは引け身以外スキルを変えます。今ストライカードローンをセットしているのも次でタンクが湧くからです。火力に変えるよりこっちの方が早かったので。シャッターが閉まるのを確認したら仕込みに入ります。ここ定位置。正面の後まれに右脇するので念のため仕込んでいます。撃って着火しないとダブルタップだと全部起爆してしまいます。本当はアニマルでオーバーチャージを狙ったのですが倒せなかった。オーバーチャージになるとドローンが機敏になる上にダメージが上がるのでタンク処理に貢献します。ドローンと同じ箇所をできるだけ狙って早くアーマーを破壊します。細かいところですがサイドアームをリボルバーにすることで、インタラクトとリロードが同じボタンでジャムるのを防いでいます。毎回一発弾倉に送り込む作業が鬱陶しいので、ショックに当たったらリセット案件ですが華麗に避ければ問題ありません。ここで運ゲー要素が2回発生します。開幕シールドマンがいると脆すぎてエクリが広がりません。そして右脇の敵がこっちに来るとこれまたタイムロスにつながります。実は TA は半分以上が運ゲーなんだよな。追加で補足すると稀にカジカも炎上して襲ってくることがあります。そうなったら完全にスルーしましょう。ここも燃える敵がシールドマンだと即死するのでリセット案件。タイミングが悪いとこうして残りますが焦らずリカバリー。あんな感じで即死します。今でこそスキルダメージを持っているのでしょうがないですが、完全にもらなくてもハードソロは雑魚が即死します。多分キーナーの時計分が余計だと思っていますが、最近その即死を防ぐためにもう一キャラ作ろうかと考えています。で装備は寝干しに変えています。もちろんグラケイジランスの定番セット。リモパルは索敵用ですが割と役に立ちます。反応がありますが無理して撃たずに高い位置に陣取るまで我慢します。このエリアで高い右側がおすすめ。脇場所は決まっていますが順番などは多分ランダムなので、常にマップで敵位置を把握しながら戦います。カジカには早く帰宅してもらった方がモブは気が減ります。寝干しに使い慣れたら TA に限らず全てにおいて相当強いと思いますね。極端な話寝干しのタレント無視で装備したら最高 4×3 の12人を同時に攻撃できるわけですから。しかもワンちゃんに対してはマークをつけたら HP 貫通で入るので強い。ここも結構奥に詰まることが多いです。引け身とかあれば飛ばせるので強いけど残念ながら持ってない。シグネチャーも火炎放射器共通なのでグレポンとかに変えられないんですよ。だったら最初からグレポンでやるしかない。会話の最中にエクリに戻します。この時リモパルのヘイストが間に合うようにしないと引け身が変更できません。二人いたら開けている間にもう一人は出られるのでソロはちょっと不利です。タイミングがいいともう少し加速して降りられます。
ここの付け根は少し難しい。Oh, shit. I knew they were planning something big, but I didn't expect this. 燃えているのを確認したらそのまま通過。さっきの場所と目の前の場所からはたまにタンクが湧きます。言うまでもないけどそうなったらリセット。少しカメラが上すぎたので粘爆外しました。引け身でリカバリー。確定でシールドマンが来ますが、ベテランでないと火炎放射器の炎上が効きません。しかも結構 HP ギリギリで炎上するので、そのまま放射していると伝染させる前に死ぬので要注意。敵が出る前に素早く根越しにチェンジ。正面のボタンを押されると爆薬を運ぶクレーンが止まるので絶対阻止します。エリートが確定で押しに行くので死んでも阻止。それが終わると反対から来るのでリモパルを投げて索敵。打ち漏らしをなくすために置いているだけです。この場所も確定でタンクが来るので赤森じゃないと時間がかかります。アサルトライフルの弾を温存したいのでリボルバーでナメクします。ちなみにリボルバーのタレントはオプティミスト。もう開かないので最後のビルドチェンジでイクリに戻します。ここから大きな差が出るポイントで先に引け身を設置し、扉を開けたら死にます。実はここで死ぬとドリルヘッドの前にスポーンするので超大幅な短縮につながります。この辺は PS5 や PC はクッソ早いと思います。野良でやると高確率で起こされるので、扉が開いたのを確認してファストトラベルしましょう。ここハードコアで一度死んだ因縁の場所。あの口砂は許されない。ショックトラップは最短で回避したら当たりません。慣れだよ慣れ。ザコシールドマンはすぐ死ぬ。覚えておきましょう。手前に一人生き残りがいることを忘れずに先に奥の敵を燃やします。柵の隙間を縫うようなシュート。決まったので走ります。ここも回避で降りると若干早いですが難しいので安定を取りました。いつもあさっての方向に投げるショックトラップを珍しくこっちに投げてきた。それはさておき奥の位置に引け身を発射。確実に当てるまで練習しましょう。ただし開幕右から来るパターンもあるので忘れずに。うまくいけば枠モブは全て燃えます。ここからいかに早くスタックしてもらうかが勝負です。
降りる前に次のウェーブに移行できたのは大きい。Steam detected. Visuals compromised. Get away from that steam and finish him off. What about? モブが降りる場所に仕込み。タイミングよく着火。これであらかた片付きます。そしてこのミッション最大の運ゲー。カジカが奥から来ますが、この網窓の手前でゲージを減らしすぎると10秒ほどフリーズします。それを防ぐためにスキンガーで降りるよう誘導するのですが、うまくいかない時も。今回は降りてくれたので運ゲーに勝ちました。先にスケミを数個置いては突き潰しをします。すぐ降りられるように段差走り、ショットラップには当たらぬように動きましょう。モブに当たればカジカにも伝染するので OK。 残りアーマー1個になったら帰るので、炎上している今のうちに上に移動。上に着いたらスキンガーを投げてアニマルでワンチャンオーバーチャージを狙います。出血で死ぬか、こちらの弾丸で倒せるかは運ゲーです。オーバーチャージかからなかったですが、しょうがない。全力で倒します。終わり。リボルバーに持ち替えてないけど、早く扉を開けられたらそれでいいんです。あとはインタラクトに向かって走り出せ。セリフが終わるまで約12秒あります。時間があるので完走した感想を。中盤カジカ戦後の赤モブ倒すのに時間がかかりました。しかしラストのカジカ戦が非常に運ゲーなので、中盤で多少時間を取られても今回は妥協することにしました。パーティーでやると最後も全員が進む必要はないので、ソロと違い結構面白いと思います。そんなわけでご視聴ありがとうございました。以上、深夜のテンションで作った解説動画でした。